名護慎太郎。小田に続き、こちらもレンタルバック組の名護慎太郎。名護は大阪府出身で、25歳のボランチ。2021年は湘南にレンタルで移籍していました。そんな名護は、強豪静岡学園出身。高校3年時には10番を背負い、片手らと共に選手権ベスト8という成績を残します。卒業後は、順天堂大学に進学。2017年にユニバーシアード日本代表に選ばれ、台北で行われたユニバーシアードで金メダルを獲得。その年の11月に鹿島と会計。大学3年時にすでに鹿島入りを決めていました。年が明け、2018年3月に正式に加入が内定すると、5月には特別指定選手として鹿島に選手登録されます。そして、同年8月、第21節名古屋戦にてプロデビューを果たしました。2019年には鹿島に正式に入団します。プロ初ゴールはルヴァンカップ準々決勝浦和戦。